ランツライフ王国第5王子リヒトポン・グランツライフだよ。今日はみんなにレオニーを紹介しちゃうよ。レオニーを一言で言うと、ザッハトルテが大好きで、あとは体力バカって感じ。グランツライフの白百合って呼ばれてるみたいだけど。貴様なんて認めないからな。どうせお前もすぐに逃げ出す。僕は教師という生き物が一番大嫌いなんだ。グランツライフ王国第4王子レオンハルト・フォン・グランツライフだ。僕が庶民のお前たちブルーノ兄様の紹介をしてやろう。ブルーノ兄様はすっごく頭がよくってすっごく優しくってとにかく超かっこいいんだ。ようこそ王室教師殿。覚悟した方がいいぞ。自分には大学で学んでいない王室教師など不要だ。グランツライヒ王国第三王子ブルーノ・フォン・グランツライヒだ。自分が第二王子だ。兄のカイを紹介しよう。兄は少し眼光が鋭い故に周囲に誤解されやすいのだが、自分たち弟のことをいつも考えてくれる優しい兄だ。俺に話しかけてくれた先生が初めて。グランツライヒ王国第二王子カイリヒトの紹介する。リヒトはいい子。たまにリヒトとブルーノが喧嘩すると悲しい。先生を俺の部屋にご招待。逃げろ。ぶっちゃけ先生って何者？お会いできて光栄です。私の名ハイネ・ビトゲンシュタイン。私はこれでも劣気とした成人男性です。よろしいでしょう。どんなことでもかかってきなさい。先生なのにちっちゃいなんて面白い。僕は絶対教師なんか認めないんだからな。父上の招いた王室教師だというが、一体どれほど優秀なのか。先生、こんなちびっこい教師、僕たちの力ですぐに追放してやる。どんな王子様であろうときちんと教育してみせます。教育的指導です。